どうも、ラオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、ダウンロードコンテンツ1から6すべて出揃いまして、キャラクターが全61キャラになりました。さあ、今日はですね、この61キャラの中からトップ10を選びたいと思います。さあ、1位は誰なんでしょうか。行ってみましょう。それでは第10位からいきましょう。第10位はビッグマムですね。発売当初からかなり強いと言われておりましたけども、今10位ぐらいかなと思います。攻撃力はもちろんのこと、攻撃範囲が広く、フォルムチェンジしてスカイタイプになっても使いやすいっていうのがいいところですね。だいたいスカイタイプ使いにくいと思うんですけども、ビッグマムは体が大きいせいかすごく使いやすいんですよね、スカイタイプになっても。まあ地上で戦う方が俺は好きなんですけども、まあ10位はビッグマムです。それでは第9位です。第9位は鬼ヶ島決戦のカイドウです。元々のカイドウがすっごい強かったので、こっちも絶対強くなると予想してましたけども、元々のカイドウには及ばずっていう感じですかね。スピードタイプで動かしやすくはなったんですけども、攻撃力がパワータイプより結構落ちてしまったので、残念って言ったところですかね。そして、フォルムチェンジができなかったっていうところも、ちょっと惜しいなっていう感じです。でも、スピードタイプにしてはものすごく攻撃力ありますし、使いやすい技がたくさんあるので、第9位だと思います。それでは第8位です。第8位はスムージーですね。もともとはあんまり使わないキャラクターだったんですけども、コメントで絶対強いと教えてもらって使うようになりました。スムージー強いですね。やはりスムージーの強みっていうと、攻撃範囲がとにかく広い、もう全キャラ中トップクラスの攻撃範囲、さらに攻撃力で敵を一掃していくのがものすごく気持ちいいですね。特にフォルムチェンジしてからのスムージーは強い。やはり体が大きくなるっていうのですごくやりやすいです。では7位に行きましょう。7位はフィルムレッドシャンクスです。元々のシャンクスが個人的にはあまり使いやすいキャラクターではなかったんですよ。覇気が溜めにくかった。で、その覇気の溜めにくさがこのダウンロードコンテンツ5段のシャンクスでは溜めやすくなって使いやすかったんですよね。で、スピードタイプっていうのもあって攻撃がスムーズで、ストレスなく使えてよかったです。で、攻撃範囲が素晴らしい。バーストした時が本当に強かったので、一時期シャンクスばっかり使ってました。第7位ですね。それでは第6位です。第6位はティーチですね。発売当時からめちゃくちゃ強かったんですけども、未だにすごく強い。今スキルスロットが、結構増えましたよね、最初に比べて。それで、攻撃的なスキルをたくさん入れれるようになったので、パワータイプが特に強くなった感じがします。で、ティーチは、特に闇に敵を沈めて無効化することができて、で、さらに敵が出てきた時にはもうすでにゲージがマックスに溜まりやすくなって、必殺技をぶっ破する。ティーチは乱戦時に使うとものすごく気持ちいいキャラクターです。では第5位に行きましょう。第5位は赤犬ですね。赤犬は全キャラ屈指の攻撃力でダメージを稼ぎやすいのでいいと思います。そして攻撃範囲も広い。攻撃範囲的にはティーチと一緒ぐらいかなと思います。ただしティーチのように敵を無力化することはできないんですけども、炎によって持続的にダメージを与えることができますので、どのキャラにも強いっていうのがいいと思います。必殺技もめちゃくちゃ強いんですよね。やっぱりパワータイプは強い。第5位は赤犬です。続いて第4位です。第4位はカタクリですね。スピードタイプなのにパワータイプばりの攻撃力があってめちゃくちゃ使いやすいですよね。特にチャージ6の鏡餅、あれがやばい。あれを攻撃しとくだけで、周りの敵を無力化できますし、
さらにダメージがわけわからんぐらい入ってめちゃくちゃ強いです。ただしフィールドと広いところで使わないとあまり意味がないっていうところが弱点ですかね。狭いところで使ってしまうと鏡餅がちょっと無効化されてしまいますので、そこは注意が必要です。そしてバーストですね。無双ドーナツが本当に無双すぎて強いです。第4位はカタクリ。それではトップ3に行きましょう。第3位は白ひげですね。パワータイプで体の大きなキャラクターは何体かいるんですけども、その中でも一番動かしやすいと思います。移動が結構早いんですよね。そして火力が高い。特に鏡山鳥海、あれの火力が異常なんですよね。他の攻撃技よりもこれだけ飛び抜けて強くって、でさらに攻撃範囲が縦に広くってめちゃくちゃ使いやすい。もうゲージも溜まりやすいし、とにかくあれを打っとけば間違いないですね。白ひげが第3位です。それでは第2位に行きましょう。第2位はカイドウですね。ずっと1位でしたけども、ここで2位になったと個人的には思ってます。めちゃくちゃ強いんですよ。むちゃくちゃ強い。チャージ3で攻撃するだけで大体 OK っていうチートのようなキャラクターで、さらにフォルムチェンジでドラゴンになって炎と氷を降らせながら動いてるだけで、まあ大体倒せるっていうすごいキャラクターだったんですけども、さすがにね、その戦法も新海賊王無双最大難易度のやつ、あれには通用しなくなったんですよね。でもめちゃくちゃ強い。使いやすいですよね。カイドウ、まあ2位だと思います。それでは第1位に行きましょう。第1位はロジャーですね。ダウンロードコンテンツ第6弾の新キャラロジャーが1位だと思います。まずチャージ1が異常に強い。もうチャージ1を打っとけだけで大体 OK です。でゲージが溜まったらば、バーストしてさらにチャージ1が強化されますので、それでガシガシ打ってください。で溜まったらば、生きててこその殺し合いっていう技があって、それを使えば間違いないです。この技が白ひげの鏡山鳥海、あれと変わらない威力を発揮しますので、もうこれが本当に強いんですよ。まあもちろん他の技も強いんですけどね。でロジャーの一番の特徴が自分で攻撃力を上げることができる。それがいい。アピールをすると 100%、100% の確率で攻撃力が20秒間上がりまして、スキルのヒーローの力、あれをね抜くことができるんですよ。でそこに火力スキルを一つ入れることができますので、めちゃくちゃいいと思いますよ。第1位はロジャーです。はい、ということで今日は全61キャラのトップ10を発表しました。このランキングには個人的な意見が入っておりますのでご了承ください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。